こんばんは。関西ジャニーズジュニアリトル関西の西村拓哉です。この番組はリトル関西がメインパーソナリティを務め、関西ジャニーズジュニアのメンバーを交代でゲストに迎えてありのままの声をお届けしていく番組です。今月5月は僕西村拓哉がメインパーソナリティを務めさせていただきます。お願いします。ショートケーキなんですね。なるほど。ということで、先月のね、1ヶ月前にですね、僕西村拓哉が誕生日を迎えましてですね、その時もあれはトアなのかな、ちょっと嬉しすぎて誰からとか聞いてる間もなく食べちゃったんですけど、きっとトアがロールケーキを買ってきてくれて、リトル関西5人で食べたのを覚えています。はい。誕生日当日にメンバーみんなで僕の誕生日ケーキを食べれるなんて幸せなこと、これ以上ないのではないでしょうか。はい。とてもいい日を過ごさせてもらいました。今週も頑張っていきますので楽しみにしててください。そして今週のゲストはボーイズビーの岩倉司くんと池谷幸也くんの2人です。後ほど登場しますのでお楽しみに。皆さんぜひトレカンを聞きながら SNS で一緒に盛り上げてください。番組のハッシュタグはハッシュタグトレカン、ひらがなでトレに漢字で関西のカン。というわけで今週もよろしくお願いします。さてここからはオープニングコーナーの時間です。今週もこのコーナー、ドケモンのお悩み相談室。はい、このコーナーは僕西村拓哉がドケモンとしてリスナーの皆さんの相談に乗っちゃうコーナーです。というわけで今週のお悩みメールを紹介します。ラジオネームゆあちゃんからいただきました。拓哉くんこんばんは。いきなりですが、私は同じ学校に好きな人がいます。今年の1月までメッセージを送り合うほどの仲だったのですが、相手に冷たくされたことがきっかけで私からメッセージをやめてしまいました。そして4ヶ月経った今、もう一度メッセージを送りたいのですが、なんと送ればいいか分からずとても悩んでいます。6月に修学旅行でテーマパークへ行くので、その時一緒に写真を撮れるくらいまで距離を縮めたいです。初めの一歩を踏み出せない臆病な私に、大好きな拓哉くんからアドバイスをいただきたいです。いつも拓哉くんにたくさん元気をもらっています。これからも大好きです、とのことです。ありがとうございます。まあ、岩葉ちゃんが、ゆあちゃん好きな子おんねや、かわいい。高校生かな、年下なのかな。僕よりもイケメンなんですかね、その人は。なるほど。かっこいいんか、好きなんか。いいね、でも、メッセージ送り合ってたのにちょっと冷たくされちゃってやめちゃって4ヶ月経った今もう一度送りたい。何やろな、なんて送ったらいいんかな。でも、気楽な、ほんまヤッホーとか元気いいとかからでいいと思うけどね。4ヶ月間も経った今もう一回送ってきてくれるってことだけで、なんやろな、ちょっとなんか一途に気になってくれてたんかなっていう意味にもなると思うし、その1月までどんぐらい仲良かったとか、どんなメールを送り合ってたかにもよると思うんやけど、嬉しいと思うけどね。あ、この子ずっと4ヶ月間好きでいてくれてたんかなとか思う気がするけど。でも相手に冷たくされちゃった。うわ、もうそりゃ相手があかん。俺が怒っとく、それは。ちょっとね、この文面だけでどういう感じやったか、どういう関係なんかちょっと詳しくわからんけど、でもそんな深く考えんでいいと思うな。うん。何もわからんけど、俺も。何送ってもらっても嬉しいと思うよ。だからちょっと頑張ってみよう。めげずに。諦めずに。頑張ってほしいですね。で、6月に写真ぜひ一緒に撮ってほしいし、応援してますよ、僕は。応援してますけど、まあ、僕もいつでも空いてますよということだけは伝えさせてもらいますので、はい。ぜひ、ゆあちゃんの素敵な恋を僕は応援しています。頑張ってね。お便りありがとうございます。おー、いいお便りでしたね。恋愛相談の高校生の。高校生の恋愛相談とか乗ったことないから分からんけど。ね。頑張ってほしいですね。はい。ということで、このコーナーは皆さんからのお悩みや、拓哉もんに叶えてほしいことや要望などもお待ちしております。どんどん送ってきてください。以上、拓哉もんのお悩み相談室でした。ではここで一曲お聴きいただきましょう。ワッチさんでゆいです。なんでこの曲にしたかと言いますとですね。まあ歌詞がすごく良くて、心に響いて、胸がギュッとなる素敵な曲になってあります。皆さんぜひ聴いてください。それでは聴いてください。ワッチさんでゆい。
関西ジャニーズジュニアリトル関西の西村拓哉です。最近サウナにハマっておりまして、銭湯とサウナに行ってととのうをやっております。ルークも一緒に行こうね。関西ジャニーズジュニア取れたて感じですは神戸ハーバーランドラジオ関西からお送りしています。というわけで改めまして、関西ジャニーズジュニアリトル関西の西村拓哉です。ここからは今週のゲストをお迎えします。自己紹介お願いします。ボクシングします。うわっ頭がクルクルする。どうも、ボイズビーの岩倉司です。どうぞ。はい、関西ジャニーズジュニアボイズビーの池上一也です。お願いします。お願いします。おもんないな、司そのギャグ。自分がやれって言ったのに。司がね、自己紹介ギャグが欲しいって言うから、今即興で考えたクオリティですけど、おもろいやん。おもろおもろい。いいと思いますよ。いいやんな。はい。ゆうきの的で考えたわけで。いやー、ありがとうございます。じゃあ、ここからお便りを紹介していきますね。はい、はい、お願いします。お願いします。広島県のラジオネーム、かえちゃんさんからいただきました。西村くん、岩倉くん、池川くん、こんばんは。こんばんは。3人ともジャニーズエクスペリエンスお疲れ様でした。このラジオを収録しているときはまだ公演は始まっていないと思いますが、きっと素敵な公演になっているのではないかと思います。そこで3人に質問です。今回のジャニーエクのリハーサルをしてみて、お気に入りの曲やダンスはありますか？またリハ中にメンバーに関するエピソード等ももしあれば教えてほしいです。だんだん暑くなってきましたが、お体に気をつけてお仕事頑張ってください。つかすくん大好きですとのことです。ありがとうございます。グローブザーデスの公演ですねは、ボイズビーの公演はですね、5月14日と15日になったのでもう終わってしまったんですけれども、うん、この収録の時はまだ本番前やもんね。そうですね、ちょっとややこしくて申し訳ないんですけど、じゃあお気に入りの曲、ダンス、ちょっとネタバレになってもいいんか、うね、もう終わってるから。終わってるんで、なってもいいんすよね。どうです？俺聞きたくないな、でもネタバレ。見に行きたいもん。まあいいや。じゃあお気に入りの曲とかダンス、じゃあ司からありますか？僕は、お気に入りの曲は、シンデレラガールです。うん、シンデレラガールすんの？します。もう俺普通にネタバレ食らってるやん、ただ。ガチ？ガチ。僕、永瀬廉くん好きやから。好き言うてんの？だから、嬉しいっていう。うん、嬉しい。はい。だって、好きな先輩の曲やれるから。うん。めっちゃ嬉しいです。振り付けはそのまんまでやんの？振り付けもそのまんま。うわ、ガチで！むっちゃネタバレやん。いや、ほんと嬉しいっすね、これは。あ、そうな。マジで。なんで、ユキヤはなんで嬉しいの？いや、これは、ほんとに、シンデレラガールって言ったらなんか、誰もが通っていく道じゃないですか。そうね。やから、やっぱりそこ通れたっていうのは、やっぱり、嬉しい。リトル関西も披露させてもらったことあるよ。そうですね。それより高いクオリティになってるかもしれないです、ね。えぐいやん。めっちゃえぐいやん。マジ？マジっす。ガチか。結構自信ある？いや、自信あります。そうですね。うん、でも本家の振りやもんな。本家の振り、ね。ああ、それは楽しみやね。じゃあ、ゆきはありますか？僕は、うん、なにわ男子さんのウブラブ。え、ウブラブやんの？ウブラブやっちゃいます。ちょっと待って、めっちゃネタバレ食らってるやん。ウブラブ。マジで？僕、それでウブラブの、いっちゃん嬉しいのが、うん、なんか僕憧れの先輩が道枝くんなんですよ。ああ、言ってるな。そうやな。道枝くんのセリフのところもらいました。いや、本当にこれはほんまに嬉しい。ガチで。いや、なんか言われた瞬間はもう平常心保とうって頑張ったんですけど、うん、冷静になろうと思ったけど、うん、やっぱり無理やって、さすがにちょっと抑えきれなくて嬉しさが、でもなんかそのね、今も大王もそうやけど、はい、こののろしの明けおめのライブとかでも、ボイズビーのみんなが披露してたダイヤルアップっていう曲でさ、あ、はい、おまけにレイって部分があるやんか。いや、それああいうなんか決めのところをユキをやってるイメージがあるけど、いや、ほんまにそこはどう？それは嬉しいっていう、なんかやっぱりそういうセリフを言うっていうのもらえるっていうのがめっちゃ嬉しいことじゃないですか。そうね、うん、やっぱりそれこそ道枝くんとかでもやっぱりもらってるし、俺とかあ、そうっす。西村くんとかももらってるし、やっぱりそういうセリフを言うっていうのは貴重な体験やし、俺のところのセリフが好きとか。西村くんやったら、うん、何の曲やったっけ、舌打ちするとこあるじゃないですか。舌打ち、ね、舌打ちやったって、あ、じゃあ、母や。あ、母母。あれめっちゃ好きです。ああ、ありがとう。あれほんまに好きです。ええー。あれほんまに結構注目して僕見て。あ、ほんとですか。ありがとうございます。すごいね。でも、リハーサルも順調ですか？今収録、何番前ですけど、はい。結構順調です。なんかエピソード、リハーサル中面白かった話とかある？ああ、裏話とか。面白かった話は。喧嘩した話でもいいし。なんやろな。
でも、うん、それこそ僕たち、まあこれもちょっと西村くんやったらネタバレになるかもしれないんですけど、はい、なんか MC で、うん、ちょっと MC じゃないことをしたんですよ。で、それは自分たちで決めてみたいな感じで、それで、あとなんかユニットコーナーみたいなもん、ユニットコーナーなんかな、なんか自分のそういう自己アピールの時間みたいなのがあって、うん、それで、まあ、ユニットコーナーみたいな感じでやるんですけど、うん、それのなんか曲もその候補曲の中から自分で選べてみたいな、自分で選べるっていうのが結構あって。なるほどね。今までは結構大人の方たちに言ってもらったことをやってただけやったけど、自分たちで自分たちで決めれるようになって、はい、ちょっとだけだけど。つかさどんなん決めた？僕寿司食いねえです。マジで？ガチ。なんで寿司食いねえにしたの？なんか一番面白いし、うん、そん中やったら面白い気がするし、うん、唯一のなんていうのネタ系な気がするから、うんうん、まあ関西ってネタやから、うん、ネタも頑張ってみたいなっていう意味で、うん、寿司食いねにしました。もういいやん、ちゃんと喋ってるやん。つかさめっちゃ緊張してたもんな。めっちゃ緊張してます。今も緊張してる。はい。大丈夫やで。なるほどね。ね、じゃあボーイズビーもちょっと成長していく公演になったということですね。そうなんですね。なるほど。じゃあグローブズもそうですけど、これからのボーイズビーのライブもぜひ皆さんチェックしてください。お願いします。お願いします。お二人ありがとうございました。ありがとうございました。よし。じゃあ続いてはラジオネーム、西村くんより、ゆきやくんにミンさんと呼ばれたい、さんやって。ミンさん。わ。はい。つかさんも言ってあげて。ミンさんって。ミンさん。オッケー。西村くん、ゆきやくん、つかさくん、こんにちは。こんにちは。ゆきやくんとつかさくんのラジオ出演が決まり、とっても嬉しくて、毎日このラジオを楽しみに生活しています。ボーイズ B は、まだ固定のメンバーカラーがないと思うのですが、それぞれ何色のペンライトを振ってほしいなどあれば教えていただきたいです。ゆきやくんは前回のトレカン出演時にピンクと答えていたので、薄いピンクより濃いピンクかなと思い、私はいつも濃いピンク色のペンライトを振っています。ゆきやくんに、は改めてになりますが、司くんにも聞きたいと思い質問させていただきました。個人的に司くんは黄色や黄緑などのイメージがあります。ーボーイズビーのこれからの活躍も楽しみにしています。ゆきやくん大好き、お名前呼んでくれると嬉しいです、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。みんさん、ありがとうございますね。確かにゆきや前ピンクって言ってたね。そうなんですね。道枝くんが好きやから。道枝くんが好きやから。なるほどね。ピンクはやっぱり外せないところで、やっぱりなんかアンビシャスこの前決まったじゃないですか。決まったね。その時にピンクが入ってて、ウラリンね、ウラリンのピンクが、ウラリンピンク、ウラリンのピンクが入ってて、やっぱりそういうなんかライバル視しちゃった。あらら、ピンクのバチバチやん。バチバチっすよ。このミンさんは薄いピンクより濃いピンクって言ってるけど、その辺はこだわりあるの？その辺は、でも好きな色で言ったら、うん、ちょっと濃いピンク。おー、なるほどね。の方がやっぱり好きなんで。なるほど。合ってます。じゃあペンライトピンクでいい？そうですね、ピンク。濃いピンク。ピンク振ってもらえれば。じゃあ予備としてもう一色選ぶとしたら。おー、予備として。ピンクやったらさ、ウラ君のファンか自分のファンか分からなくなる。そうですね。だから、濃いピンクともう一色。2本持ってたら、2本持ってないですよって分かるかな。まあ、ピンクと、うん。うわー、どっちかな。いや、今赤と緑で悩んでるんですよ。お、赤は、うん、これはもう普通に、まあ両方とも先輩関係なんですけど、はいはい、あの僕もう一人の憧れてる先輩が平成ジャンプさんの山田涼介くんなんで、うん、赤がいいなって思いつつ、でもピンクと赤って結構似てるじゃないですか。うん、やから緑やったら A グループの佐野正也。あ、そうや、マサヤと仲いいんや。そうなんですよ。佐野くんおったんや。それで悩んでるんですよね。佐野くんのこと忘れてた？忘れてました。佐野くんお、なんで忘れてた？そうね。どっちがいいんですかね。じゃあ3本持ち？ 3 本持ちっすね。3本買ってもらって。じゃあ、ミンさんは3本持ち。3本持ちでお願いします。じゃあ、つかさは？まあ、僕は、まあ、黄色とかいうイメージ言ってくれたんで、まず、うん、まあ、僕、長尾くんも好きなんで、一つは黄色で、オーケー、もう一色は普通にトアくんが好きやから赤がいいです。うん、お、じゃあ黄色と赤。はい。お、いいやん。
じゃあこれからは、ゆきあのファンは3本持ち。3本持ち。ピンクと赤と緑。緑。オッケー。で、つかさは黄色と赤。赤。はい、オッケー。ファンの皆さん。完璧っすね。覚えてくれましたか？覚えてくれたらもう一生振ってくれれば一生振るんでもう。手振る。はい、おー、いいですね。ということで、西村くんにゆきあくんにミンさんと呼ばれたいさん。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。声に出して関西ジャニーズジュニアボーイズ B の岩倉つかさです。最近克服したことはジェットコースターです。関西ジャニーズジュニア取れたて缶ジュースは神戸ハーバーランドラジオ関西からお送りしています。関西ジャニーズジュニアボーイズ B の池川一也です。最近嬉しかったことは佐野雅也くんにお誕生日プレゼントをもらったことです。関西ジャニーズジュニア取れたて缶ジュースは神戸ハーバーランドラジオ関西からお送りしています。引き続き今週のゲスト関西ジャニーズジュニアボーイズ B の岩倉司くんと池川幸也くんと一緒にお送りしていきます。お願いします。お願いします。はい、ということでお便り読みますね。ラジオネームみさきちゃんからいただきました。竹谷くん、ゆきやくん、つかさくん、こんばんは。こんばんは。ゆきやくんがトレカンに出るとしてずっと聞きたかったことが聞けると思いメールしました。それはマシュマロくんのことです。ついに念願のワンちゃんが帰ったとのことで、とある雑誌で名前をじわじわ公開したりしているのを見てとても和やかな気持ちになりました。私も動物が大好きなのでゆきやくんもメロメロにさせてしまうマシュマロくんについてお話聞けたら嬉しいです、とのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。ワンちゃんを飼ったんですか？そうなんですよね。いつ頃飼ったんですか？去年の10月頃かな。でも結構最近ね、半年前ぐらいか。そうなんですよ。半年頃前で、うん、で2月にちょうど1歳を迎えまして。おお。2月かな。そのぐらいのペースで1歳なんです。そうなんですよ。いや、ちょうどまあちょっと生まれてからちょっとだけ時間が経ってから買ったんですよ。なるほど。ああ。やから、うん、ついこの前、ケーキを食べてて。で、それで、まあ、なんか、初めてのケーキなんですよ。うん。で、ビビってて。ケーキに。ワンちゃんが？ケーキに。ケーキ。ビビってて、で、まあ、それで、なんか、ワンちゃんが、まあ、ビビってたんで形を崩したんですよ、ケーキを。うん。だからもうただただ甘い食べ物として置いたらもう普通に食べてて、おお。でそれは本当に可愛かった。可愛かった、いいやんっていうねーっていう感じなんですけど、うん、でも逆に、うん、その僕のワンちゃんは、うん、逆になんか違ったギャップがあって、はいはいはい、その可愛い一面から怒った一面があるんですよ。え、怒るんや。ついこの前僕怒られまして。何したの？まあマシュマロが来たわけですよ、僕のところに、うん、撫でたんですよ、うん、そしたら寝転がったんです。うん、僕抱っこしたんです、うん、怒りまして、僕の唇噛んできたんですよ。どうなった？あ、それそれ、犬に噛まれた？それいつの話？ほんまに1週間2週間。ああ、結構最近なんや。そうなんですよ。唇気づいてもんね、普通に。なるほどね。めっちゃ怒られてる。じゃあマシュマロくんのこと知りたいと思うから、うん、みんな犬種は？犬種はチワワとペキニーズのミックス犬。チワワとペキニーズのミックス犬で。ミックス犬？で、じゃあマシュマロくんの由来は何なん？由来は普通に白色の、最初は毛がふわふわしてたんで、うん、丸っこかったんですよ。はいはいはい。だからそのマシュマロっていう食べ物があるんですけど、うん、それの、まあ、名前としてやるからいっちゃん最後の一文字を変えようってなって、はい、マシュマルになりました。なるほど。マシュマルが名前で、くんはあれな、男の子からってことやね。そうなんですね。なるほどね。なるほど、もうメロメロなわけですね。メロメロ。つかさはペット飼ってないの？いや、全然飼ってないです。え、欲しいペットとかおる？僕、でも、チワワなら欲しいです。チワワ限定がいいや。はい。なんか、なんでな。前、ペットショップ行った時に、一回抱っこさせてもらったんですよ。うん。その時めっちゃ可愛くて。めっちゃ可愛かった。めっちゃメロメロになったんですけど。メロメロになった。そっから、うん。1年ぐらい経って、うん、まだ飼ってないです。飼ってない。いや、お世話するの多分大変せやから。大変か。大変ですね。
なんかほんまに、いっちゃん最初の時とかも、もう家中ほんまに散らかりまくるんですよ。ええー、そうなんや。はい、今も、なんか、餌を口に含んでは、うん。そういう容器の外に出して、うん。なんかもう、障害物みたいになってるんですよ、餌が。そんぐらい、結構、何をするかがわからないんで。なるほどね。じゃあ、お世話大変。自由な行動するか。そうなんです、ね、自由な行動すんの。つかさと一緒やな。なんでやねん。なんでやねん。なんでやねん。なるほどね。まあでも、ボーイズビーもやっぱペットみたいに可愛いから、先輩の僕たちからしたら。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、じゃあ、これからも。つかさもじゃあ、ペット飼ったらまた報告しに来てね、どれかに。了解です、ね。わかりました。報告しに来ます。はい。ということで、ラジオネームみさきちゃんお便りありがとうございました。ありがとうございました。さて、エンディングのお時間です。エンディングコーナーに流す曲を今週は岩倉司くんに選んでもらいます。リクエストお願いします。はい、僕がリクエストした曲はキング&プリンスさんでキーオブハートです。なんでですか？まあやっぱこのテンポ感と、なんか元気っていうか明日に向かっていけるみたいな感じの歌詞とかがあって、それの歌詞ら辺がめっちゃ好きやから。そうだ。はい、いい感じ？いい感じっす。おー、いいじゃないですか。はい、ということで、King&Prince さんで Key of Heart を聴いていただきながらでエンディングです。仕事の告知します。ジャニーズ Jr. チャンネルという YouTube のチャンネルで、毎週火曜日に関西ジャニーズ Jr. 枠ということで、A グループさんとリトル関西が担当させていただいております。先月の4月にリトル関西のターンで、4本動画上がってますので、ぜひ何度もチェックしてください。お願いします。二人にはまた来週もゲストで登場してもらえます。はい、ではここで番組エンディングの甘休みのコーナーです。トルカン恒例のこのコーナーは毎週誰かが甘休みを言って番組の最後を締めくくるコーナーです。休み担当はじゃんけんで勝った人です。どうする？あの皆さんのために言ってあげたい二人なのか、それともはたまた西村君に負担をかけさせたい二人なのか。言い方がもう圧しかない。言い方が自分たちのファンの皆さんに幸せを届けたいタイプなのか、それは西村くんに負担をかけさせたいタイプなのか。じゃあ負担、じゃあまあ僕はチョキ出しますから、とりあえず。じゃあ俺グー出すわ。ええ、イケメンやん。イケメンやろ。まあ行こうか。最初はグーじゃんけんほい。最初はグーじゃんけんほい。関西チャニーズジュニア取れたって感じです。では皆さんからのお便りをお待ちしています。メールは kjr@jocr.jp、 郵便の場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西関西チャニーズジュニア取れたって感じですの係まで。詳しくは取れたって感じですのオフィシャルサイトをご覧ください。それでは今週は関西チャニーズジュニアリトル関西の西村拓也とボーイズ B の岩倉司と池川一也でお送りしました。今日は22日やからショートケーキの日やな。やからショートケーキくらい甘い夢見てな。おやすみ。また来週も絶対聞いてね。バイバーイ。やっぱ胸キュン担当がいいんじゃない。やった、道枝くんっぽかったよ。もしかしたら西村くんよりセンスあるかもしれない。おい、やめた。We'll be right back.